レーライスに、あ、オムライス、どれも本物みたいで美味しそう。よりリアルに近づけるように、そして見て飾っておくだけではなく、つけて楽しんで身につけて目で見て楽しんでいただけるっていうのをモットーにしてます。はい、スイスイぐるっと回して、1、2、3、はい、1秒止めて、はい、1、2、3、呼吸大事です。はい、アサケプラザでは赤ちゃんから高齢者の方まで様々な世代の方に楽しんでいただける講座やイベントを企画しております。今回のチャンネル四日市は新しい講座やイベント、魅力満載のアサケプラザをご紹介します。ふれあいと語らいの場、アサケプラザにやってきました。広域的な複合コミュニティ施設として、さまざまな目的で使えるよう設備が整っているんです。早速行ってみましょう。アサケプラザ、正式名称は四日市地域総合会館アサケプラザです。四日市市、そして三重郡朝日町、川越町、菰野町に住む人が利用できます。オープンは昭和59年8月。幅広い年代の人たちに利用されてきました。玄関も広くて綺麗ですね。正面玄関横には図書館があります。図書館の蔵書はおよそ6万冊。アサケプラザにない本は市立図書館やクス交流会館図書室から取り寄せることもできます。また返却もできます。便利ですよね。アサケプラザには高齢者向けの施設もあるんです。こちらは午後4時まで、60歳以上なら誰でも無料で使えます。皆さん囲碁など思い思いに楽しんでいますね。さらに浴室もあるんです。手すりなどを設置し、安全に配慮した構造になっています。浴室は午前11時から午後3時までご利用いただけます。アサケプラザの施設は使用料を払って借りることができます。1階には庭園に面した茶室やろくろが整備された陶芸室もあるんです。使用料も安く、気軽に趣味の時間を持てますね。2階には展示会議室があります。展示はもちろん、会議や講演など様々な目的に使うことができます。第1から第5まで展示会議室がございますが、1から3、4と5それぞれつなげて使っていただくこともできるんですよ。より幅広い用途で利用できそうですね。そうなんです。目的に合わせた大きさで利用していただくことができます。またショーホールも2つあります。この日はフラダンスのレッスンが開かれていました。皆さん楽しそうですね。3階には美術室、4階には音楽室もあります。ドラムセット、アンプやマイクなども借りられます。使用料はご覧の通りです。わー、皆さんいい汗かいてますね。体育館は毎週土曜日の午前9時30分から午後4時30分まで、バドミントンと卓球の一般公開を行っています。一般公開の使用料は大人220円、
中学生以下は110円です。そして朝霞プラザといえばこちらのホール、もちろん皆さんも利用できますよ。客席は326席、舞台の広さは幅11メートル、奥行き 7.5メートル、ホール全体の面積は809平方メートルと大きなホールで、こちらも利用しやすい料金設定になっています。いろいろな設備が整っている朝霞プラザでは、さまざまな催しや講座も実施しています。赤ちゃんから高齢者の方まで、さまざまな世代の方に楽しんでいただける講座やイベントを企画しております。お兄ちゃんの赤ちゃん社長を追い出して自分が社長になったのです。赤ちゃん新社長というわけです。この日図書館で行われていたのは赤ちゃん絵本の読み聞かせ。声を出しながら読む絵本や歌、手遊びで赤ちゃんとスキンシップを取ることができる読み聞かせです。体を動かす本であったり、それから声を一緒に本と一緒に出して読んでいただく本だと、いろんな角度から飽きの来ないように本を設定しております。遊びながら絵本を聞いているっていうところが良かったかな。家でもできるような手遊びとか教えてもらえたので、はい、また今日も、はいはい、ちょっと来ようかなと思って、この子の、まあ、よくよくはお友達になる子とかがここで見つけられたらいいなと思ったので、それで参加しました。赤ちゃん絵本の読み聞かせは毎月第1木曜日の午前11時から行っています。ぜひ参加してみてくださいね。カレーライスに、あ、オムライス、どれも本物みたいで美味しそう。現在朝霞プラザ1階展示コーナーでは企画展食品サンプルアートを開催しています。どれも本物みたいですごいですね。 ありがとうございます。作品作りのこだわりを教えていただいてもいいですか。はい、作品のこだわりはよりリアルに近づけるように、そして見て飾っておくだけではなく、つけて楽しんで身につけて目で見て楽しんでいただけるっていうのをモットーにしてます。こちらの作品はイクラの手巻き寿司の時計、面白いですよね。先生、はい、私も作ってみたいんですけど難しくないですか。簡単にできるものがあるのでぜひ作ってみてください、はいはい、早速挑戦。今回作るものは目玉焼きです。まずは型に樹脂を流し、目玉焼きの黄身の部分を作ります。続いてこちらの樹脂を入れると色が徐々に変化して白身が出来上がりました。固まったら型から取り出します。キュッと出したいですか。はおー、わーすごいすごい、できましたね。あとは焦げ目をつけてよりリアルな目玉焼きに近づけていきます。わーすごい、とっても美味しそう。はい、こんな感じでどうですか。本物みたいにできましたよ。企画展食品サンプルアートは9月28日までご覧いただけます。そして9月から新たに始まる講座が初めてのスロトレです。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めてのスロトレということなんですけど、どんなことをするんですか。はい、スロトレとは軽めの負荷でも重い負荷でトレーニングしたように脳を騙してしまう、ちょっとずる賢いとっても美味しいトレーニングなんです。基本はノンロックスロー。ノンロックスローというのは、止めずに行っていく、
ゆっくりした動きをずっと続けていくんですが、まず3秒で縮めて筋肉を、そして1秒止めて3秒で戻していく、そんな形です。腹筋は3秒かけて体を起こし、1秒止めて3秒かけて体を戻します。はい、それでは、はい、やってもらいましょう。お願いします。よろしくお願いします。ここでいいですか。はい、はい、まずは大きに出ますね。はい、出ます。はい、はい、じゃ足は肩幅ぐらいに伸びます。肩幅ぐらい、はい、はい、手は胸の前にクロスします。はい、はい、1、2、3、1秒止めてゆっくり戻します。1、2、3、もう一回いきましょう。はい、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 してないんですか。はい、1、2、3、1秒止めて、はい、1、2、はい、完全に下ろさない、はい、1、2、3、しんどいですね。1秒止めて1、2、3、はい、こちらを10回1セットで行います。スクワットも同じようにゆっくりとした動作で行います。すごくあの足に効いてる感じがしてちょっと大変でした、ね、いろんないいことがあります。はい、はい、基礎代謝が上がったり、あとはメリハリボディになったり、はい、怪我をしにくい体になったり、うん、はい、なのでいろんないい効果があるので、はい、これは継続をしていただければ体は絶対変わると思います。はい、家でもやってみたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。その他にもアサケプラザではさまざまな催しを予定しています。9月1日は図書館で定期開催している紙芝居、事前申し込みは不要です。作る、歌う、踊る、演じる、すべて子どもたちが行う創作子どもミュージカルキラキラサイダーが9月1日に公演されます。子どもたちの元気いっぱいの姿をお楽しみください。9月24日には中庭コンサート、お月見総曲の夕べが開催されます。今回はご覧の人たちが出演します。お月見をテーマに自然の中で奏でられる琴の調べ、古典音楽の良さを感じてみてはいかがでしょうか。子どもたちのミュージカルも楽しみですし、お琴を聴きながらのお月見、どれも楽しみですね。ぜひ参加したいです。アサケプラザへのアクセス方法です。近鉄富田駅、三義鉄道富田駅から歩いておよそ15分、バスでお越しの際は自主運行バス山城富須原線アサケプラザ停留場下車してすぐです。車でお越しの際は四日市東インターから車でおよそ10分、駐車場は100台駐車可能です。複合コミュニティ施設とあって多目的に利用ができる設備が整えられ、さらに講座やイベントが充実、ぜひ利用したいですね。